皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。なんと2022年3月18日、岩手県沖で震度5強ということで、とてつもない地震が東北沖で多発しているという状況になっております。3月18日の、夜11時25分、岩手県沖で5強ということで、東北かなり揺れているという状況になっております。で、2日前、3月16日に福島県沖で震度6強の地震があったばかりで、さらに起きているという感じになっているんですね。で、東北沖ですけれども、余震起こりまくってます。福島県沖、3月16日夜11時、36分に地震が起きてからですね、これ見てください。3月17、3月18日だけで、福島県沖だけではなくて、宮城県沖、それから茨城県沖、そして岩手県沖でも起きていると。これだけではありません。もう1枚あります。福島県沖が起きてから、福島県沖、宮城県沖で、これだけの余震が起きてます。もうこれ、東日本大震災の再来じゃないかっていうぐらい、かなり余震が起きてます。6強があったと後に、岩手県沖で5強ってちょっと異常だと思いますので、皆さんの東北沖、東北沖といっても、福島県沖、宮城県沖、岩手県沖、青森県、東北沖が中心にはなるとは思いますけれども、その下ですね、茨城県沖、それから千葉東方沖、それから青森県東方沖のさらに上、釧路沖とか根室東方沖とか、千島海溝大地震というのも非常に注意が必要なので、太平洋沖、特に東北は今後も地震注意してください。安全なところに身を寄せると、避難するとか身を寄せるとか、あとくれぐれも崩れたものとかでね、またさらにっていうこともあると思いますので、備えと安全第一で行動していただきたいなと思います。